Gアップスプラウト。この番組はチャンネル銀河 MTB 他の提供でお送りいたします。 Gアップスプラウトはラジオは FM サルース、 FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に放送中です。皆さん、明けましておめでとうございます。スプラウトメンバーでお送りする Gアップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの与田菜々美と西村かや子でお送りします。お願いします。お願いします。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、あのかや子さんとはですね、去年の11月にね、初めて共演したんですよ ね。そうですよね。だから割と久しぶりというよりかは、え、また会えたねっていう感じですよね。なんか共演したいねって言ってたから嬉しかったよね。 すごい。でこうやって新年一発目でこうやって共演することができて、すごい私も嬉しいです。ね、またね、ぜひ今日も共演して、また次もまたかや子さんとだったら本当に運命ですよ ね。 運命だね。確かに運命ですよ。それはすごい嬉しい。毎回ヨダちゃんとだからすごい嬉しいな、ね。で去年最後の放送はあやのんとエマちゃんで年末年始の過ごし方をプレゼンしましたけれども、すごかったよ ね。 すごかったですね。あんな話すらしてね。すごかったですか。すごかったですよ。すいませんね、今日あの1月2日放送なんですけど、収録なんでね、まだ聞いてないと思うんですよね。まだ岡町ちゃんたちも収録してないですもんね。まだ収録してないから、ちょっと楽しみにねしていきたいですよね。ちなみにかや子さんは今まで年末年始どんな過ごし方をしてたとかありますか。もう私は毎年あの中高の親友たち8人と、あの年末は住吉大社っていう大阪でも随一 の、はい、あの商売繁盛で有名な神社があるんですけど、そこで年を越すっていうのを毎年していたんですけど、今年は行けそうにないですよね。だから今年はあのちょっとお家でおとなしくゆっくり過ごしたいなと思ってます。なるほどね。与田ちゃんは何か過ごし方とかあります？毎年私は毎年家族でスキーとアウトレットに行っていったんですよ。長野県の軽井沢に行ってました。すごい。そうなんですよ。で小さい頃は結構みんなスキーが楽しみで、みんなで行くっていう感じだったんですけれども、だんだん今になってくるとアウトレットの方がメインになってきて、あのだんだん買い物いっぱいするぞっていう気持ちで。あのさ、それお父様とお母様もさ、はい、あのスキーしはるの？そうなんですよ。父と母もスキーが昔から大好きで。いいですね。家族共通の趣味みたいな感じ。そうです、そうです。父にいつもついていって、私も一緒にスキーやってます。素敵ですね。素敵だね。スポーツマンなんだね。いや、私はスキーだけですね。なんかできるのはいい家族のなんやろ絵っていうのが思い浮かびますよね。でも確かに自分もいつか家族ができたら、家族みんなでスキーとか行きたいなって思います。ねえ、行きたいよね。私も家族4人でね、スノーボード行くんですよ。あー、いいですね。53歳の母もスノーボード現役です。すごい、かっこいいお母様。本当だよね。なんか噂によると、そのかや子さんのパッチリしたまつげもお母様がやってるということも。そうなんですよ。6歳の頃にね、初めてまつげパーマ当てても。6歳。そう、おませさんですね。すごいおませてました。ママまつげパーマしてみたいな感じ。すごいおませさんだったんですよね。すごいね。そのなんかまつげパーマやりたかった気がなんかあったんです。ちょっと好きな子にこう見てもらいたいみたいな。あ、でもね、私好きな幼稚園ですごい好きな子たくさんいてっていうのたまったと思います。はい、ありましたね。昔は気が多かったんでしょうね。今は本当ないんですけど、そういうの。でもずっとこうやってもらってて、今もやってもらってるって感じです。もう仲良しなんですね。そうですね、すごい仲いいですね。最近はすごい韓国ドラマの話とかも、こう LINE でこういろいろ飛んできて会話してます。すね、でもヨダちゃんは私インスタ見たらさ、すごい、はい、あのお芋店。あ、そうなんですよ。すごい美味しそうやった。見てて11月に横浜で、の芋博って言って、いろんなお芋屋さん、お芋スイーツであったり、焼き芋屋さんとかであったり、いろんなお芋屋さんが集結したイベントがあって、ソフトクリームのさ、お芋のやつ。そうなんです。そのお芋のソフトクリームは代官山にある天ぷらのソフトクリームなんですけれども、塩のソフトクリームに天ぷらが乗っているんです。で、天ぷらのお芋も
もうちょっと薄めのお芋じゃなくて分厚いお芋でホクホクでねっとりしてて、なんです、塩のソフトクリームともう相性バッチリなんですよ最高ですね、最高でした。ね、そんなね、いいですね、出かけてね、いろんな発見があるっていうのはね、はい、そうですね、なんかね、渋谷でなんかいろんな発見があったんですよね、去年ね。私見ましたよ。え、本当ですか。はい、そうなんです、あのリゼクリニックさんの CM に出演させていただきまして、うん、あのかっこいいですよね、ジョーカーね、唇が裂けたような女ジョーカーの役をさせていただきました。すごい衣装もね似合っていて、肌紫のこうジャケットでこう、ね、きっちり決めてっていう感じで、ね、すごい、あのあれだよね、細身っていうかさ、あの衣装が似合うよね、すごい。本当ですか。嬉しいです、めっちゃかっこよかったよね。舞台とかでも映えそうな。いや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 、もうあれは本当にあのスタイリストさんの、しっかり選んでくれたんで嬉しかったんですけど、でもすごいこう、ね、唇をこうリップをここまで塗って、ね、かっこよかったですね、あれね、すごい楽しい撮影でした。なるほどね、まあ、ね、見ていただけて嬉しいです。いただけてね、まああの、はい、ね、去年といえばね、あの話題の鬼滅の刃、鬼滅、ね、最近読みましたんですよ、読みました。そうなん、最近、はい、これも家族で、うん、鬼滅の刃の映画を見に行ったんですけども、見に行ったの？そうなんです、見に行ったんです。そしたら私鬼滅の刃一切知らない状態で見に行ったんですね。あ、全く、そう、全く知らなんか、うっすらこんな話なんだろうなっていうのは知ってたんですけれども、読んだことない状態で見に行って、そしたらもう本当に面白くて。何が面白いの？感動する。私ね、読んでないんですよ、私読んでなくて。あ、そう、あの漫画をそのあの映画を見た日に漫画もすぐ借りてきて、一日でブワッと読んでしまったんですけれども、何が面白いかというと、主人公の炭治郎という主人公がいるんですけれども、すっごい真面目で努力家なんですよ。で、こう鬼と戦う時も自分で頑張れ頑張れ炭治郎と言って、もう自分で自分のことを応援しちゃうんですよ。で、それを見ながらこう見てる側も頑張れ頑張れと一緒になって応援しちゃうような。で、感情移入しやすいというか、人を巻き込む力があるんですね、炭治郎には。そうなんです。でもすごい感動する話もありますし、いろんなキャラクターも出てくるので、本当にもう止まらなかったですよ、見始めて。ぜひ読んでもらいたい。あっという間に読み終わりました。本当にあっという間に、もう23巻で完結しているので、完結してると結構今からでも読みやすいと思うので、うん、読もうと思います。ぜひ読んでみてください。でもなんかすごい結構ヒューマンドラマ系なんですよね。なんかすごい感動するっていうのを聞きました、そうですね、感動します。アクションももちろん多いんですけれども、あの人のこう心情だったり、実はこんな思いが隠されていたんだみたいなストーリーがすごいたくさんあるんですよ。なるほど。だからあのにもやっぱ鬼滅ファンがいるんですよね。やっぱさ、そのなんてなんかやっぱ完結してるからね、さっきも言ったように読みましたけどね、完結するといえばなんか西村さん、最近な、あ、最近とか去年出されたんですよね、何かを。完結させていただきました、2020年度の卒業論文を提出しました。おめでとうございます。もう本当に、ね、ホッとしています、安心で。はい、こうジェンダーについて、あ、卒論っていうものについて質問したんですけど、女性の性のこの、なんですかね、捉え方っていうのは時代によって変わってきているっていうのがあって、それをってやっぱり、それっていうのは漫画だったりアニメだったりとかにも反映されているっていうことを まとめましたね。なるほどね、面白いですね。結構昔のやっぱ女性の性の捉え方と今の性の捉え方で全然違ってて、そういうね、一生懸命やって、そっちもどうでした、はい、大変でしたか。すっごい大変だったんですけど、本当先生にもこうすごい教えていただいてもらって、教授の力すごい借りて、なんとか提出できたって感じです。いや本当お疲れ様でした。いやでもね、ユダちゃんも来年度、そうなんですよ、来年度 ね、まだ何するかもちゃんと決めてないので、ちょっと私も教授にちょっと手伝ってもらって頑張りたいと思います、はい、ね、頑張りましょう、はい、はい、今夜のマイプレゼンテーションのテーマは新年の抱負と題して、私たちの今年の目標を発表します。また G アップルーレットやイントロクイズ、 G アップドンと盛りだくさんな内容となっています。今年もリスナーの皆さんと楽しんでいきましょう。それでは今夜のオープニングナンバー、菅田将暉の虹をお聞きください。
お届けした曲は私与田菜々美が選曲しました、須田まさきで虹でした。今夜も始まりました、 G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して、さまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、 FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で放送、またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-sarus.jp msg@fm-sarus.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームから、イッツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。はい、はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。はい、それではラジオネームかーくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます、かーくんさん。はい、2021年今年も遠く関西から皆さんのエネルギーをたくさんいただきたいと思います。ぜひいろんなコーナーや朗読劇などなど盛りだくさんの内容で楽しませてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいろんな新しいコーナーとかにもね、チャレンジさせてもらえたら嬉しいですよね。そうですね。どんなのがあるかな。コーナー作るの大変なんですけど ね普段私さくらと一緒にあの親友チャレンジ、そうね、ベストフレンドクイズ、クイズね、これ1回しかやってないけどあと G アップの私は誰でしょうね。そうですね、それもやりましたね。なので続けられるように頑張りたいと思います。はい、続いていきます。ラジオネームはしこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。与田さんをミスコンで知って一目惚れしたものです。今年の目標は与田さんみたいに可愛くなることです。頑張るので応援の一言与田ちゃんお願いします。嬉しい、はしこさんありがとうございます。嬉しいです。はしこさん、もうそんなこと言ってくださって本当に嬉しいんですけど、私もこれからも綺麗になれるように頑張るので一緒に頑張りましょう。 ありがとうございます。はしこさん頑張ってください。はい、それでは続きましてラジオネームはなぴーさん、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も楽しい番組をよろしくお願いします。スプラウトメンバーの成長が見られることを楽しみにしています。いろいろな企画にもチャレンジしてくださいとのことです。嬉しいですね。嬉しいですね。これ私もこれ G アップスプラウト出てから、ちょっとずつ成長できているんではないかなと少し思っています。です、絶対成長してますよ。そうですよね、きっと私の最初の放送とか見てくださってる方は分かると思うんですけど、本当に最初は緊張してしまって、もうガチガチになっちゃうよね。本当にガチガチだったんで、今は少しリラックスして挑めてるんじゃないかなって思います、ね、本当ですよね。皆さんの初回の回とかね、見るのも楽しみですから。いや、お正月ね、まだお休みの方もいらっしゃると思うんで、お時間ございましたら、ね、アーカイブが残ってるんでね、見てみてください。では次いきます。ラジオネームたくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もしまた番組観覧か再開になればまた見に行きたいと思います、とのことです。いや、そうですよ ね今年途中で ね、観覧ができなくなってしまったの で、ね、今年の目標としては私たちもこうやって見に来てくださってもらうことが私たちの目標でもありますよね。そうですね、またね、こうここでお会いできたらね、嬉しいですもんね。見てほしいですよね。はい、そうですよね。お会いできるの楽しみにしています。はい、続きましてラジオネームイサムンさん。イサムンさん、ありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。皆様にとって素晴らしい年となりますように。昨年は運営側も大変だったでしょうが、コロナが収束してまたスタジオ観覧ができることを願っていますとのことです。私たちもお会いしたいよね。本当にしたいですよね。やっぱりなんか寂しくなりますよね。そうね、まあ、ぜひね、またちょっとね、今度開けてあげるようなことがあればね、なりてほしいですね。はい、祈るばかりです。本当に、はい、祈るばかりです。はい、続いてラジオネーム哲也さん、ありがとうございます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。
昨年はとにかくコロナ禍で大変な1年でした。今年はより良い1年になりますよう美人のお二人にお祈りしておきますとのことです。いやありがとうございます。私たち効力ありますかねこれ。どうですかね。もうそんなこと言ってもらえてね嬉しい限りですけれども、うん、こんなにお正月からね褒めていただけるなんて、うん、本当に幸せです。もう幸せ。今年もいい年、ね、いい1年になりそうですよね。はい、はい、最後ですね。最後、うん、はい、最後最後にラジオネームケンジさん、ありがとうございます。明けましておめっとさんです。おめっとさんです、はい、今年も楽しい放送をよろしくさんです。よろしくさん。コロナ収束したらさて前に応援に行きますねとのことです。ありがとうございます。ぜひぜひお待ちしております、はい、お待ちしております。で、ね、ここであれなんですけど、あのツイッターでね募集をしました。去年そうなんです、はい、あの出演者が誰かって当てるということで、うん、はい、皆さんね分かってない状態ですもんね。そうそう、ま、多数のね本当ご応募ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でね今回与田さんと、うん、西村さん、はい、あの方が2名いたんですよ。私たちでした。はい、そのうちの1人を発表しますね。はい、はい、今夜の、正解者は哲也さん。哲也さんおめでとうございます。おめでとうございます。で、哲也さんにはね、あのちゃんとサイン入りチェキをですねプレゼントしますので、はい、ね、哲也さんに名前書きますから特別に。そうです、今年の場ということで、はい、はい、後でしっかり書かせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にねたくさんのメッセージ、うん、ありがとうございました。新年からすごく嬉しい気持ちになりました。はい、はい、嬉しかったです。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜も番組スタッフパイソンさんが作った早口言葉楽しみです ね、 ねちょっとドキドキしますね。ドキドキします。前回ね一緒に早口言葉やった時2人とも無事成功することができたんですけども、はい、私ちょっとギリギリでしたけど。いやあれはもう合格ですよ。合格合格、はい、ありがとう。どうですかね。じゃあ次ここできますか。はい、ねえ、じゃあ、はい、今夜も頑張っていきましょうね。頑張りましょう、はい、では今渡された今日の早口言葉をまずはゆっくり読んでみますね。はい、新進シャンソン歌手創出遠新春シャンソン賞を2回、ちょっと今言いたかったんですけどもこれを2回繰り返すとのことです。いやこれできるかな。大丈夫です。噛んじゃいそうな気がします。まあ新年ね一発目なのでゆるくいきましょう。はい、まあ、大体で新年この早口言葉だから大体、ね、そうですね新春ですね。はい、はい、じゃあまずは私からいきます。はい、かやこさん一緒にリズム乗って頑張りましょう。頑張りましょう。ミュージックスタート。 Ladies and gentlemen This is 頑張っていけるかなまあね新年はねこうめでたくねそうですね。どうなるかな。頑張って新年かまないように頑張ります、ね、持ち上げましょう。2回言わなきゃいけないからね。そうですね。はい、どうぞ。の新進シャンソン歌手創出新編集シャンソン新進シャンソン歌手新出ダメだダメだダメだ。ちょっと託します。お願いします。はい、どうぞ。新進シャンソン歌手創出新進シャンソン賞、新進シャンソン歌手創出新進シャンソン賞。でもすごい。まあまあ行けましたね。ちょっと優しいですね。やっぱり嬉しい。ね、お正月ですから。言えなかったな。優しいですね。気持ちが終わりたかったですけども。優しいでしょ。優しかったです。じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップができたので、うん、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。はい、今週のテーマは新年の抱負。今夜のマイプレゼンテーションはファッションではなく新年最初の放送ということで心機一転気持ちを新たに私たちの今年の目標を発表します。はい、目標できんの。それではかやこさんからお願いします。はい、まあ、私は昨年の成長自分の成長も踏まえてちょっとお話をしたいんですけど、はい、私昨年一番大きかったのは、うん、セントフォースに出会えたことです。で自分をもっと好きになることができたんですよね、うん、っていうのも、うん、本当に親身に寄り添ってくれて個性を伸ばして くださるマネージャーさんとの出会いがもう私にとって本当に大きくって嬉しかったです。であるバラエティ番組のオーディションに参加した時に、うん、私ガチガチに緊張してしまってもう本当につまらない人になってしまったんです。自分らしさがあまり出せなかった。つまらない人じゃないけど本当にもう
つまらない人になってしまったんですね。でその時にこう同席してくださった、うん、あのマネージャーの方がもう緊張したら本当に個性が死んでいてもったいないっていう言葉をかけてくださったんです。なるほどね。で緊張したら個性が死ぬんだっていう風にその時に私は思って、うん、でもなんとかそのオーディションには合格して番組を出演することになったんですけど、その収録の時にもう絶対に緊張したらあかんと思って、緊張したら個性が死ぬもったいないっていう風にこう意識することができて、で自分に言い聞かせて収録に臨んだんですね。するともう緊張せずにその場を楽しむことができたんです。なるほどね。で実際に放送を何度か見ていると、あの芸人さん編集さんスタッフさんのもう偉大なお力があったのはもちろんなんですけど、それと同時にこうなんでしょう、自分自身納得のすることもできる、で自分の個性だったりとか自分らしさっていうのがすごい大事なんだなっていうふうにこう実感できる番組になっていて、なってたんですね。でその番組を私見た時に真っ先に浮かんだのがそのマネージャーの顔だったんですね。でもうもちろん感謝もするとともになんですけど、もうこの人についていきたいなっていう風に強く思ったきっかけだったんです。すごい。でなんかそういう人に出会えるのってなんか人生の中でもあんまりないじゃないですか。そうですよね。なんでそういうのってすごい嬉しいなっていう風にやっぱ昨年思ったんですね。はい、で今年の目標としてはやっぱマネージャーさんと一緒にもうたくさんのお仕事に挑戦していきたいなっていうのがあります。すごい欲ですね。で、まあ、もうよく言うならばバラエティ番組にもう一度挑戦したいなっていうふうに思っています。はい、それが私の目標ですね。きっとね、今もマネージャーさんも聞いてくれてると思うので。聞いてるかな。送ります、私聞いてくださいっていう風に。はい、大丈夫だよ、毎週送ってるから。嘘じゃない、本当だけどね。そういった ね一言ってね、あの自分の心に響いたりしますもんね。本当にもう目から鱗じゃないですけど、価値観、やっぱ緊張しなくていいやなっていう風にこう自分の殻を破るきっかけになった一言であったので、そういう一言をこう与えてくれるっていうんですか、こうそういうきっかけを与えてくれる方に出会えたっていうのはすごい嬉しいな、嬉しいことやなっていうふうに思ってます。ありがたいなっていうふうに。やっぱね、出会いというのはね、はい、大切、ご縁ですから。そうですね。まあね、新年ね、初めからこう縁のね、話をするっていうのはね、よろしいですね。はい、本当にあると思うんですよね、そういうのって。あとで どのマネージャーが聞きたいと思うんですけどね。恐れは言わないですけど。恐れは言わないです、はいはい、っていうのがこう私の去年の踏まえた上での今年の目標でもあります。そうなんです。私もね、頑張っていきたいですね。いいですね。私ももうパワーを持って、はい、緊張せず楽しんで、はい、もうフルパワーでいきたいと思います。さやこさんらしさを出して頑張っていきましょう。はい、では続いて、はい、よだちゃんの新年の目標を聞いてもいいですか。はい、私はまず新年の目標2つあります。はい、まず1つ目は自分の得意なことを見つける。というのもですね、去年は私自分が挑戦をする年と決めていたんです。はいはいはい、でミスコン活動を自分から挑戦してみたりだとかいろんな発見があったんですね。はい、でその中でこう自分が発信した情報であったり、こう自分が話した言葉で聞いてくださってる方が喜んでくれたり発見があったりした時にすっごい嬉しい気持ちになって、あ、私って相手が喜んでくれるとすごい嬉しいんだって自分の好きなことを知ることができたんです。でそれを踏まえて今度はじゃあ自分の好きなことが知れたから自分の得意なことを見つけようって、そしてそれを極めていこうっていうのをミスコン終わってからすごい考えるようになって、なるほど、それは今年の目標となっています。なるほど、ね、少しあれですか、目処が立ってるじゃないですけど、こういうのがいいかもなって思ってるのはあるんですか。でもやっぱり人に話しかけたり何か自分で発信するってことがすごい好きなので、なんかそういったことを自分の得意分野にしていきたいなって思ってますね。いいね。確かに、はい、ユダちゃんを見てね、一目惚れしました、可愛さの秘訣を知りたいですっていう、ね、お言葉もたくさんあるので、もっとね、こう伝えていけたらいいですよね。はい、そういった言葉がすごい励みになっているので、でそして2つ目、2つ目はちょっと具体的かつ早めに終わらせたい目標なんですけども、ちょっと分かっちゃったかもしれない。本当ですか。違うかな。貯金をして、違うわ。違いましたか。
卒論だと思ったんですよ。卒論も頑張んなきゃいけないんですけど、貯金をして両親にプレゼントを贈るっていうのを目標に、まあ、これも本当ミスコン活動中にものすごく両親に助けられて、ライブ配信とかも夜するんですけれども、時間が不定期の中で夜ご飯を私の時間に合わせて作ってくれたりとか、こう SNS の写真とかもどれがいいかなとか悩んでる時に、いやこれがいいんじゃないとかいろいろ相談乗ってくれたりとかして、で本当はもう今すぐにでもね何かプレゼントしたいんですけれども、去年ちょっと忙しすぎてお仕事あまりできなかったので、こう頑張って今年はお金を貯めて、本当は旅行とかが良かったけどコロナウイルスでねちょっとあれなんで、その分ぐらいの美味しいご飯とかをご馳走したいなって思っています。でもやっぱそうやって考えてくれ、娘が考えてくれてるってだけでもうね、俺は本当涙もんですよね。本当ですかね。こんなよだちゃんみたいにまっすぐ育ってくれてるだけで多分もう本当嬉しいと思う。いや私は、いやこれがね有言実行できたらですからね。ね、まだまだ甘えてもいいと思うんですけど、私ダメですかね。いやそれ人それぞれだし、ね、いやね、甘えたいです。やっぱり野田さんみたいな気持ちがね、うん、気持ちがあるし、いいよね、ね、もう喜んでもらいたいですね。いやいいね、もう新年のね、幸せですね、もう明けてさて目標ね、今ご両親もびっくりしてんじゃない。いやね、なんか本当にやってくれるのってこうなんか心配してそうですけどね。いや無理しないでねとかさ、ね、絶対そうですよ。そうですね、楽しみですね、はい、というわけで、はい、私たちの新年の目標はいかがでしたか。皆さんも私たちと一緒に新年の新たな目標を立ててみてくださいね。世界最大のミュージックチャンネル MTV がおすすめするアーティストを毎月ご紹介するこのコーナー、 MTV マンスリーリコメンドアーティスト。1月のアーティストはフーファイターズ。元ニルバーナのドラマーであり、現在の音楽シーンを代表するロックアイコン、デイブ・グロールを中心とするアメリカのロックバンド、フーファイターズ。去年結成25周年を迎え、待望の新作を来月リリースする彼らを大特集します。これまでのミュージックビデオやバルセロナでのライブ、ファンからの質問に答え、素顔や私生活を垣間見ることができる貴重なインタビューなど、特集して放送します。お見逃しなく。詳しい放送スケジュールは MTV のホームページをご覧ください。
お届けした曲は1月の MTV マンスリーリコメンドアーティストフーファイターズでシェイムシェイムでした。Gアップルーレット。目指す私たちアナウンサーにとってこの先紆余曲折予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこのルーレットに運命を任せ出たお題でトークしていきます。ではかよこさん、今夜のお題を紹介してください。はい、今夜は初夢の話、夢花、お餅の話、餅花、おせちの話、せち花、年賀状の話、年花、えとの話、えと花、そして当たりは、当たりは私たち2人のツーショットチェキをリスナーにプレゼントします。実は私今まで出演した回すべて当たりが出てるんですよ。すごいね、前回待ってましたもんね。そうなんですよね、前回かやこさんがね当ててくださって、はい、初めて当てることができました。そうなんですか、うん、じゃあ今回もねぜひ当てていきたいと思います、ね、もう半分がね当たりですからねこれ本当だ、すごい、今日は確率高いですよ。じゃあルーレット回してもいいですか。はい、お願いします。はい、行きます。結構回しましたよ。回るね回るね回るね。どこだ、ストップ。当たり、ありがとうございます。おめでとうございます。ヨダちゃんの連続記録を破ることになって、また今回も当たりが出ました。一発目ですよ、当たりが出ました。最先いいですね、演技がいいです、はい、本当に嬉しい、はいね、はい、じゃあ何の話します。選んでいいですよ。じゃあ何の話しようかな、うん、じゃあどうしようかな。お餅の、うん、おせちの話、あ、年賀状の話にします。はい、お願いします。年賀状、何だろう。私の年賀状、私毎年友人に年賀状を送ってるんですけど、うん、その年賀状は毎年家族の年賀状を送ってます。で、今年は私たちの家族、鬼滅の刃のコスプレをして年賀状を撮ったんです。すごい。そうなんです、私は一切見てません、はい、そうですよね、先ほどねおっしゃってましたもんね鬼滅は見てないんですけど、うん、父母弟がみんなあの鬼滅のファンで、あ、で今年はコスプレしようということで、いい、結構ガチなコスプレを買って、見てみたい。いや、ちょっと聞いてもいいですか、はい、そのキャラクターが分からないのに、はい、コスプレするか、何のキャラクターコスプレしたんですかって聞きたいんですけど。そう、聞きたいですよ。逆に分かります。ねずこさんです。あ、ねずこ、はい、結構メインですよね。加えましたか。まだまだ撮った手でいいんですかね。撮った手がね。そうですね、しっかり竹を加えて写真を撮ろうと思います。なのでちょっとインスタグラムとかにも上げれたらいいなと思うので、ぜひぜひ楽しみにしててください。楽しみだね、すごい。そうなんですよ、毎年そういう風に、今年が初めてそういうなんかのこうパロディみたいな感じでしようってことになって、うん、今年鬼滅の刃流行ったということで。あ、ちなみに誰が言い出したんですか。これお父さんから急に夜 LINE が入りました、家族 LINE に。ちょっと今年これやるぞっていうラインが来まして、やりたいと、はい、やりたいという、こう来まして、はい、嘘やろって、こう家族で嘘やんパパってなったんですけど、うん、じゃあやろうかっていう風になって、うん、みんな結構ノリノリで、いいね、ノリがいいですね、うん、そうですね、ノリノリな感じで今年も写真楽しみにしてますね。ね、ちょっと見せれるように、見せられるようなこのクオリティの高いものにしたいと思ってるので、うん、確かに年賀状が届いて、そういった面白いコスプレの写真とか、うん、普通の年賀状とちょっと違ったものだったりするとね、結構ね毎年結構ビシッと決めて、うん、みんなでこうビシッと決めたやつを撮ってるんですけど、うん、こう撮ってもらって、うん、結構綺麗な年賀状なんですけど、うん、今年はちょっとねこう笑いの要素をふんだんに入れるということで、楽しみですね、そうですね、こうねコロナなんでこう笑ってもらえたらいいなっていう思いがあるらしいです。なるほど、さすが、お父さんナイスアイデアですね。そうですね、褒め言っておきます、褒めてくれはったよっていうふうに伝えておきたいと思います。はい、ではね続いて、はい、ヨダちゃんにルーレットを回してもらいたいと思います。はい、回して、ゆっくりだね。あれどう、これはね初夢とお餅の話が間いっちゃってますね。どっちがいいですか。お餅の話にします。お餅の話聞きたいです。ではヨダちゃん、お餅の話のお話お願いします。はい、お餅なんですけれども、うん、私小学生の頃に学校で
餅つきをして、そのついたお餅で大福を作るっていうイベントがあったんですよ。で、そうなんです。で、最後の小学校6年生の一番最後の時に初めてそのイベントが作られて、すごい楽しみで、大福大好きなので。好きなの？そうなんです。でも、あの、前日からどんな大福作ろうかなとかすごい考えてたぐらいワク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 してて、で、友達たちはいちご大福を作ろうって言って、いちごを持って行って、お餅で包んでみんなで作ろうとしたんですけれども、学校の先生がじゃあお餅切ってあげるよって言って、もうみんなの切ってくれたんです。そしたら先生がすごい、食いしん坊な先生で、作ってくれたお餅が多分良かれと思ってすっごい大きなお餅で、両手で持たないと持てないぐらいのお餅の量をくれたんですよ。で、私たちは、じゃあすっごい大きな大福が作れるってもうワクワクして、もうみんなでやったって言ってたんですけれども、よく考えてみると、そのみんなに配られる、あんこの量ってみんな同じなんですよ。そっか。で、いちごの大きさもみんな1個しか持ってきてなかったんで1個なんですよ。なるほど。なので、もうすごい大きなお餅の中にあんこちょっとと、もういちごポンって感じで、なんかせっかくのもう楽しみにしてたいちご大福だったのに、もう食べようとしてもほぼお餅お餅ってお醤油とかきな粉とかつけたら美味しいじゃないですか、でも本当にただのお餅なので、まあ、つきたてだから美味しいは美味しいんですけれども、ちょっと私が思ってた大福と違うっていうのがすごい、そうなんです、ショックで、もう家帰ってきてお母さんにもいちご大福なんか大きかったけど美味しくなかったって言って、でそのままコンビ見に行っていちご大福買いに行きました。ちょっと食べ直したんだね。食べ直しました。お口直しにもうね、でもなんか微笑ましい可愛いエピソードだね。本当ですか。もうね、忘れられないですね、そのショックすぎて楽しみにしたのに。でもいちご大福を見るとちょっと思い出す、思い出しますね。やっぱりこの季節にいちご大福美味しいですからね。美味しいです、ね、大福とか和菓子大好きなので。大好き。塩大福私大好きなの。美味しいですよね。すっごい美味しい。あって見たら買っちゃいますね。わかります。そう、同じでした、お餅のね。はい、すごいいい話でした、はい、ね、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。嬉しいです。それではここで広瀬香美のロマンスの神様をお聞きください。
お届けした曲は私西村佳代子が選曲しました広瀬香美でロマンスの神様でした。大人の知的好奇心を満たすドラマエンターテイメントチャンネルチャンネル銀河からのお知らせです。チャンネル銀河今月のサスペンスは山村美沙原作池上君子主演の不倫調査員片岡由美をお届けします。京都の探偵事務所に勤める不倫調査員片岡由美、夫で京都府警の刑事課長俊介から言葉巧みに捜査情報を聞き出し独自の調査で事件解決のため奔走します。難事件を解決する全14話のサスペンスシリーズ、ぜひご覧ください。詳しい放送スケジュールはチャンネル銀河のホームページをご覧ください。イントロクイズ G アップドーン。アナウンサーのスキルアップのため聞き取り能力を高めましょう、はい、そこで今夜はイントロクイズを3問出題しますよ。3問、はい、はい、早押しクイズですので2問正解したら勝ちでございます。頑張ろう、頑張ります、はい、負けた方には新年一発目のモノマネをしていただきますので、はい、新年一発目ですね、何しますか、ゆなちゃん、はい、皆さんお気をつけくださいね。はい、はい、じゃあそれでは準備いいですか。はい、大丈夫です。はい、それでは第1問 G アップドン。お、来た、早かった。与田さん、二重のメイクユーハッピー、やったー、正解です。発しましたね、私大好きなんですよ二重。さあ見せます。いやそうです、当てれてよかった、メイクユーハッピーですね、はい、はい、ハッピーです。ハッピーになりました。ハッピーになりました、ね、ハッピーになりますね、この歌、はい、それではいきますよ、はい、続いて、はい、第2問 G アップドン。あ、来たよ。はい、ありがとうございます。サービス問題、ドリームスカムトゥルーさんの大阪ラバーでした。正解でございます。ありがとうございます。歌ってた動画私見ましたよ。見た、はい、はい、ということでね、1対1でございます。はい、最終、はい、問題よろしいですか。はい、それではいきましょう、最終問題第3問 G アップドン。夢だ。あ、早かった西村さん。はい、ヨネズ原始さんのレモン。正解でございます。ヨネズ原始さんのレモンでございますね。ということでね、久々ですね、ありがとうヨネちゃん。今回調査は、ね、西村佳代子さんでございました、はい、ありがとうございます。はい、で惜しくも負けてしました、与田菜々美さん、はい、罰ゲームでモノマネをしていただきますが、ままです、ね、新年どんなモノマネをしていただきますか。いや、ちょうどね前回もお話ししたんですけど、うん、今ね、はい、二重が好きと話したので、はいはい、二重のプロデューサーの JY パークさんのモノマネをしたいと思います。見たかったんですよ、はい、ちゃんの、ねね、前回ねこれやろうかなって言っていたので、うん、はい、ちょっと皆さん温かい目で見てくださいね、はい、はい、それではモノマネどうぞ。ジアプスプラトお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。JY パークです。めっちゃ面白いよ、はい、メッセージが。もう笑ってくださってよかった。よかったね、そんな持ち札があるとは。ヨナちゃん、ね、強いですね。でね、さすがね、もう罰ゲームもねバッチリ決まりましたよね。バッチリですね、ヨナ、はい、さん、ね、西村さんね、これでね、一人能力でねすごいアップしましたよね。はい、はい、もう詳しくなりました、はいはい、それでは次回の G アップどうもお楽しみに。お楽しみに。それでは斉藤和義の君の顔が好きだお聞きください。
斉藤和義で君の顔が好きだでした。いやー、今年初めての放送どうでしたか、かやこさん。すごい楽しかったよね。なんかね、すごいお正月ということでゆるゆると私たちもリラックスしてね、うん、挑めたんじゃないかなって思います。よだちゃんの JY パークさんのモノマネを見れたことが嬉しいですね。新年一発目から今年一番の嬉しいことですか。そう、もう本当に今年一番早いね。初嬉しいことですね。言われて私も嬉しいです。だって今日新年の抱負もこう聞けたし、うん、そうですね、もうね、活動を入れて頑張りたいなって思いますよ ね。でもね、本当1年もなっていまですからね、もう始まってすぐ、これからもまたいろんなこと挑戦していきたいですね。そうですね、どんな1年になるんだろうっていう風にちょっと、まあ、ワクワク期待もありますけど、不安もあるけど期待もありますよ ね。なんかやっぱり新年ってこうワクワクするというか ね、どんなあれでも日のはずなんですけれどね、今年もワクワクしますね、やっぱりしますね、ワクワクしますよ。ね、さっきね、ちょっとお餅の話ありましたけど、はい、お餅何個食べます？何個？私でも3個ぐらい。私8個ぐらい食べます。私めっちゃ好きなんですよ。8個？そう、私ね、結構お餅ね、結構お餅愛強くて、実は、うん、そうなんですか。実はお餅愛があるもんね。そう、毎年7個ぐらい食べるんですよね。すっごいお腹パンパンになっちゃいませんか？そう、基本お餅食べてる。で、今年1個多めで8個ということで、今年は1つ多くして8個に挑戦したいなと思います。それも、ね、いっぱい食べたいですね。はい、ではそろそろお別れのお時間ですね。ね、皆さん、はい、この番組には公式ツイッターがあります。私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますので、ぜひフォローしてくださいね。来週の出演者もツイッターでお知らせします。アカウントはgupsprout @gupsprout。 また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で gupsprout を検索してくださいね。はい、ということで、ね、番組もあっという間にね、今年は終わってしまいますけど、寂しいですね。寂しい。でもこれからですね、これからまた1年始まるスタートするぞっていう気持ちで。そうだね、まあね、1年の抱負も語ったしね、さっきね、はい、いろいろとありましたけども、うん、どうですか、今日はリラックスして放送できましたか？今年はもうすっごいリラックスして、新年一発目ということもあってリラックスしている姿を皆さんにお届けできたらいいなと思ったので ね、うん、そうですね、届けられたかなって思います。実は私今回進行役初めてだったんですよ、うん、でもなんかかやこさんとパイソンさんとのおかげですごいリラックスしてできたので良かったんじゃないかなって思います。そうだよね、まあ、もうちょっとね、はい、こうね、まただんだんとね、こうやっていくということでね、しっかり進行ぶり、はい、どうでした、皆さん本当にね、すごいやりやすかったです。私もそうですか、はい、これからもっと頑張っていきます。ありがとうございました、はい、今夜のお相手はセントフォースステラートの与田七海と西村かや子でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。UTB 他の提供でお送りしました。